お世話になります。ひとりでございます。鎧の孤島にはウラオスといかにもバトルが得意そうで無双したがっているポケモンがいますよね。そう、そのポケモンの名前はウーラオス。しかもウーラオスは別ロムの掛け軸を使えばレベル10の個体を用意できるので、もう増田さんに無双やってねと言われてるようなものです。増田さんにこう言われたら眠れなくなりますよね。同じく眠れていない方は多いと思いますので、今回はレベル10ウーラオス連撃の方で剣盾のストーリーは無双できるのか検証していきたいと思います。ルールはバッチ0個で鎧島へ行き、ダクマを入手するまでストーリーを進めます。その後別ロムの掛け軸でダクマを進化させ、ウーラオスの状態で元のソフトに戻します。それで基本ウーラオス1体でストーリーを進めていきます。ダブルバトルの際はその都度適当にポケモンをゲットし、相手への影響が最も低い技を使用します。その他細かいルールは概要欄をご覧いただければ幸いです。はい、それじゃあもうダクマ入手してウーラオスに進化させた状態でございますと。はい、ということでウーラオスの状態はレベル10でメスですね。ラッキーですね。でそれで技は普通の岩砕き水流連打こらえる気合ダメでございます。ほぼダクマと一緒ですね。で陽気な性格で意外と理想個体っていうね、これは厳選したわけじゃないですけどたまたまですね。はい、じゃあそんな個体でね行きたいと思います。ウーラオスはもともと10レベルなので、もうこのままねエンジンして行っちゃいたいと思います。星ダンで来ましたね。こいつどうだろう、タイプ相性的に微妙ですね。本当にいけっかな。おい、だから木炭なんていらねえって、使えねえんだよ。おい、嫌がらせしてんのかよこいつは。優しいエールダンさん、勝負しましょう。さあこれ一発目の試合ですよ。どうなるか。あ、格闘タイプこいつ地味にねえんだ。そっかそっか、岩砕きしかねえんだ。とりあえず岩砕こう。はい、これでどんぐらい入る。オッケー、一発で倒せたね。無双できてるね。よし行こう、2連戦。オッケー、岩砕きで一発でいけんの強いよなマジで。はい、2対2で勝負ね。水流連打の2発で倒せるっていう感じか。それも強いね。普通に倒していきましたと。行こう。あ、ホップと対戦ね。岩砕きで一発。あ、ツバメ返しじゃん。最初草タイプのジムだからちょうどいいっすねこれ、覚えてんの。あーつーか、相手猿乗りにしちゃったよ。ミスったなこれ。草タイプの技やられたらきついぞ。はい、ツバメ返しで2発。はい、オッケー。もしビート戦ちょっときついかなマジで。水流連打でいきそうっすね。オッケー、水流連打で一発だね。水流連打 PP 少ないから強い敵にはちゃんと取っとかないとダメっすね。おい、元気のかけらって俺に対するいじめかよ。野郎にやられる気がする。怖い。もしツバメ返し2発。怖い顔はいらないな。いや、レベル差4つもある、結構厳しいかな。うわ、半分も入んねえ。大ジェットやべえ。うわ、大草原めっちゃ入るじゃん。うわマジか、負けたっぽいなこれ。いけ、あー、いけねえか。うわ負けた、マジか、しんど。レベル差でかいもんな。ダイナックルで攻撃2段階上昇させましたと。うわ一発で飛ばせないっすね、マジか。まあでもこれ多分いけると思いますけどね。ええ、待って、なんでこんな食らうの、入りすぎでしょ。これで勝てないんだったら勝てねえって。つかこいつ赤ジェット思い出せられますね。赤ジェット覚えさせておきましょうか。ダイナックル2連が結構やんなきゃいけないですね。お、高速スピンだったらいけるいける。このダメージだったら勝ちましたね。オッケーオッケーオッケー、耐えた耐えた。はい、最後はツバメ返しでようやく倒せた。この時点でこんだけ負けてたら無双できねえぞ。こいつ話しかけたらどうなんだろう。せっかくの取材だもの、ポケモンは2匹以上出ないと。それずっとこいつポンポンやってんだ。ボール偉いね。ちょっと無理やりな自転車もらうイベント来た。岩砕きで砕いてく、岩砕きで砕いてく。2連戦ね。アクアジェットで飛ばして進もう。おっしゃ、ホップと対戦。岩砕きで砕いてく。確定急所なのにこのシーン出てくるからね。はい、一発。あ、頭突き。アクアジェットそんな使うタイミングないですからね、忘れさせよう。やべ、葉っぱカッターで半分入んのはやばいってマジで。はい、ツバメ返しで2発。ルリナ共に行こう。よっしゃ2発。はい、ダイナックルで攻撃上げてく。いや、ダイナックルどんぐらい入る。攻撃1段階上昇のタイプ1、ダイナックルでも半分以上ちょっと入るだけなんだ。オッケーオッケー、ここはダイナックルで普通に勝てましたね。あ、敵討ち岩砕きよりはいいんじゃね。少なくとも初めて使うことになるかも。あ、敵討ちノーマルタイプなんだ、格闘タイプだと思ってた。いや、ちょっとウーラオス耐久面にちょっと難ありですから、のんきのお子でごまかしましょうか。まあ大して命中率変わんないけど、のんきのお子持たせておきましょう。お前今回は苦手なタイプ相性だからね、きついんだよ。水流連打で一発。はい、水流連打で一発。はい、水流連打で一発。はい、水流連打で一発。やっぱ強えなこの技。よし行こう。お、瓦割り来た。ようやくちゃんと使える技来ましたね。はい、枠だけバイバイですねこれで。よっしゃ、ダブルバトル行くぞ。はい、瓦割ってく。はい、瓦割ってく。はい、味方ありがとう。はい、瓦割ってく。まあお前は一撃の方のが好きそうだけどな。はい、瓦割る。はい、瓦割る。はい、瓦割る。水流連打の PP 食べときましたので、カブさんにぶっ放しましょう。うわ、ここマジ余裕だな。はい、威嚇されても水流連打で一発。うわ、カブさんにこんなに楽に勝てたの初めてだ。水流連打強すぎ。もう砂蛇端っこで悲しくしてんじゃん。頭突きで2発。瓦割る。
変わろうがルー。よし、ホップ勝負しようぜ。よし、ナイス。豆返しで倒していく。水流を連打していく。うわー、体しびれて動けない。3回連続。うわ、危ねー。あ、ビルドアップ来たぞ。いやー、頭突きなしでビルドアップでいこう。結構頭突き使うんだけどね。うらーとかオスとか言ってこないんだったら絶対負けねえ。よし、ビルドアップ3段階積んだぞ。はい、ビルドアップ、ツバメ返し。はい、瓦割ってく。はい、ツバメ返す。はい、3回積んだダイジェットで一発。もうビルドアップゲーだよ、完全に。お前怖いんだよ、天敵だからよ。はい、水流連打で一発。あ、アイアンヘッド来た。鋼技欲しかったから。いや、ツバメ返しいらないかな。いや、どっちにしろこれ技の思い出しのやつで、飛行か鋼どっちか選べるようになるんで、これ便利っすね、意外と。早速アイアンヘッド倒す。アイヘで2発。ここも厳しそうだな。相手ここで回復してきそうだからビルドアップ積もっか。オッケー、倒してく。うわー残った、マジか。エアスラッシュ耐えろ。うわマジか、無理か。きっちー。いや先にビルドアップか。オッケー、当たらなかった、ラッキー。これはいけるね。エアスラッシュ耐えてくれ、頼む。いや耐えらんねえか、無理か、全然ダメだ。いやビルドアップ積んでいこう。もう1段階積んどこう。いいね、2段階上げたらさすがに倒せる。よし、アイヘで1発。はい、アイヘで2発。大スチールで1発じゃん。ビルドアップゲーすぎだなこれ、マジでズルだこれ。よし行くぜ。タイプ相性的にきつかったな。いや、やべえ、マジか。うわ素早さ下がったし。うわーやべえ、負けた、マジか。きついな、地味に。そういえば名前付けるの忘れてた。無双ラウスでいきましょう。ちょっとホップ相手だときついんで、ツバメ返し毎回ホップの時に覚えさせていきたいと思います。ここでビルドアップ積んどこ。はい、ビルドアップ2段階積む。お前の戦い方兄貴に似てるって。お前の兄貴ビルドアップさせねえだろはい、ツバメ返していく。ビルドアップ済みのツバメ返しで一発。瓦割っていく、瓦割っていく。はい、水流連打で一発。いやもうビルドアップゲーだわ。つうか、マクワってさ、逃げるってこと？逃げるっていう意味のマクワって言って、こいつ逃げるわっつってるようなもんか。ビルドアップ積んどきましょう。はい、瓦割っていく。水流を連打して一発。水流を連打して一発。ダイマックスせずとも水流を連打して一発でぶっ倒していく。温泉の前で戦うという迷惑行為やっていきましょう。いや、最初に積んじゃいましょう、ビルドアップ。いや、バイウールだったら2段階積めるね。瓦割り。水流連打かな。だから急所のたびに反応すなって、確定急所なんだからこっち。オッケー、水流連打一発。やべえ死ぬ。オッケーオッケー、あっぶね、ギリ耐えた。あぶな、マジやべえ、素早さ下がってるからちょっと待って、ワンチャン抜かれるぞ。オッケー、あぶねえ、あぶね、ギリギリ。今のもうナイスでしょう。今のムーブ運ゲーだわ完全に。瓦割っていく、瓦割ってく。自転車屋とエルダンなんか因縁でもあんのか。なんかうわ一発じゃん。もう俺に雑魚を殺させないでくれ。ここは勝てるぞ。雑魚猫の前でビルドアップ積んでいく。しかも不意打ちだからラッキー。イチャモンつけられたがビルドアップしていく。はい、瓦割っていく。はい、水流連打一発。ツバメ返していく、瓦割っていく。あれ、ダブルバトル用の雑魚捕まえておきましょう。オッケー、よし行こう。あー、インファイトか。インファイトでも5回しか撃てないんだよな。とりあえずちょっと PP 足りなすぎるからきついね。ネズ、ネズミいてくれてありがとう。お前のマイク無線なんだな。いいマイクしてんじゃねえか。威嚇されていく、きついけど。はい、ビルドアップを2段階積んでいく。はい、瓦割っていく。オッケー、瓦割っていく。不意打ち独特だって、お前技明かしてんじゃねえよ。はい、瓦割っていく。また雑魚を捕まえ直しましょう。はい、ありがとうさん。一番の最悪な難しさですからね。いやー憂鬱だわ。どうせワイドブレイカーやってくるから、初手ダイナックルじゃないと持たないんだよねこっちが。オッケーオッケー。うわ一発で倒せねえし、しかもマジかよ、タイプ1の。うわしかもワイドブレイカー。おお外れした。ラッキーラッキーラッキー。フライゴン行こう。あーいけねえか、一発で倒せねえんだ。いやワンチャンいけるぞ一発で。うわ水流連なら一発目で倒せたわ。オッケー外した。ナイスナイス、ボディープレスマスカー外れた。おこう今2回ぐらい効いてるぞ。オッケーオッケー、一発で持ってった。いやこれやば、マジかよ、瓦割りで一発で持ってけんの。オッケー、気合パンチなんかいらない、これ知らなきゃ勝てる。オッケー、奇跡。しかも砂嵐止んでく。オッケーオッケー、勝った、初めて勝った、気放せ1回で。マジかよ、すげえな、めちゃめちゃ運が良かったなこっちの。やば、奇跡じゃん、すげえ、初めてなんだけど。やべえ、これ感動するわ。マジで無双と言えるでしょこれ。いや、いろいろ噛み合ったおかげだな本当に。いやーすげえ奇跡だ。いや、瓦割るよりドレインパンチの方がいいんじゃねこれ。相手リフレクターとか使ってこないからね。インファイトとかよりもこの企画ではめっちゃいいんじゃないかなと思いますね。マリーちゃんのポケモン無双させていただきたいと思います。ついでにマリーちゃんも無双したいけどね。とりあえずビルドアップ積んどけばね。はい、
ドレパで一発、はいドレパでバイバイ、はいドレパで一発、ツバメ返していく、はいダイストリームで持ってく。もう完全に無双だねこれは。ホップは結構天敵ですからね。オッケー、ビルドアップ3段階積んどく。うわさ、初手さビルドアップでドレインパンチやればマックス回復できるから、うわこの企画上最強じゃんこいつ。はいドレパで一発、はい水流レンダーで一発、はいドレパで一発、はいダイジェットで一発でぶっ潰していく。オリーブよりでっかいのぶら下げてるオリーブさんと戦っていきましょう。とりあえず怖いんでビルドアップなしで倒していきましょう。ドレパで倒す、はい水流連打で倒す。いやここでビルドアップもう一回積もう。はいドレインパンチやって一気に回復していく、強ビルドアップ3回積んだ。ダイストリームで一発。はいじゃあ技を思い出していきましょう。アイアヘッドまたね覚えさせていきましょう。こいついつもバカにしてたけど結構強いんだよな今回は。ビルドアップ積む、はいオッケー一発で倒していく。ドレパで回復めっちゃ強い、ぶっ倒す。アイヘで一発、はいビルドアップ積んだ状態のダイスティルで一発。多分斉藤さん来るんでツバメ返し思い出しておきましょう。またあ斉藤さんじゃなくてルリナーか。はいビルドアップ3回目積む、水流連打でぶっ潰す。ドレパで回復しつつぶっ潰す。ツバメ返す、はいダイナックルで1段階上げつつぶっ潰す。はい HP 結局マックスでぶっ潰す。斉藤さんとにかくツバメ返していきましょう。こいつは怖いから水流連打でぶっ潰す。はい水流連打でぶっ潰す。はいビルドアップ3回目積んでいく。素早さ上げつつダイジェットでぶっ潰す。はいダイジェットで一発、はいダイジェットで一発完璧無双だな。キバナは1対1だったら多分勝てる。やべえ、ソラビムきち、なんとか倒した。雷来た、やべえ、マジかきついなこれ。いやしかもまひった、うわなんでなんで3連続まひなんだけど。オッケーオッケー外していく、余裕で。雷オッケー外れていく、2連続外す。はいドレパで倒す、なんとか危ねえ。やべ積むタイミングがねえわ全然。はいダイナックル A を上げていく、 A もう1段階上げて倒す。はいダイナックルで一発、オッケーお前には余裕で勝てると思うぞ。はいもう一回積んでいく、オッケーなんとか倒した。ドレパンで全開しつつ一発、ドレパンで一発、ドレパンで一発、はい最後はダイナックル。余裕で一発で大無双ですね。オッケー勝負していこう。やべ死ぬ、あぶねえ、うわめちゃめちゃギリギリ超きつかった、一番強かったな今までで多分。世界一眩しいシーンだこれ。はい潰していきましょう。めっちゃ時間かかったけど捕まえましたね。ま逃がしちゃうんですけどね。ダンデ戦の前にレートパンチだけ覚えさせておこうか。でツバメ返しとはさようなら、一発で勝っていくぞ。だからお前の番号は1なんだよ。いやこれ1回積んでいこう。まずはオッケー禁止、ラッキーラッキー、水流連打でいきましょう。急所に当てたかってお前、だから確定なんだってお前、兄弟揃ってアホだな。オッケー倒していく、じゃあ10万耐えろよ、耐えろ耐えろ。あマジかミスった、マジか、やばいシャドーボールやられた、うわマジかまたやられた、ミスった、しかも急所だし。いやここビルドアップだなやっぱり。とりあえず倒す、ダイアイス一発で持ってけ、オッケー、はいとりあえず一発で持ってった、ラッキーまた急所だよ。はいレーパーで一発、はいドレインパンチで回復していく、ナイスナイスナイス。え大草原相手の方が早いのかよ、えこっちの方が完全早いと思って完全勝ちだと思ってた、えマジかよ。いやレーパーよりツバメ返しだなやっぱり。ダイジェットが必要だ、ダイジェット、あ一発で持ってけた、マジかすげえな、一発で持ってく、オッケーオッケー、ナイスナイス回復していく。ドレインパンチめっちゃ強い、これでマックス HP になっていく。オッケー水流連打でオッケーオッケー、一発であんな入ったわマジかすげえよかったよかった、なんとか勝てた、怖かったな最後、めちゃめちゃ負けたな。いや最後の技の組み方めちゃめちゃ難かったな本当に、よかったとりあえず勝利。ということで検証結果、レベル10ウーラオス連撃の方で剣立てのストーリーは無双できるでした。正直最初の草タイプのジムで負けたのでめちゃくちゃ無双できなさそうだなと心配していましたが、後半になるにつれスーパー大無双してくれました。しかもこの企画で最難関の実質1対2で戦わなければならないキバナ戦を一発で突破するという快挙を成し遂げ感激です。そして終盤ではビルドアップからのドレインパンチというこの企画上最強と言ってもいい立ち回りが確立し、とにかく大無双、ダンデでは苦しかったですけどね。プレイ時間もこの企画では最速の約8時間半で、しかもこの中にダクマ入手とその他余分な時間も少し含まれていて、いつもより多くなっているのにこの企画史上最速でクリアできました。最後結構負けたりタイプ相性的にきついところもありましたが、今回も紛れもなく無双と言っていいでしょう。で今回の内容を一言で総括するとビルドアップゲー。